はい、どうも、ヒューガでございます。おはこんばんにちはということで、12月3日もね、メンテ、開きましたということで、ガチャこれ来てます。まあ、まずこれがね、一番左の、レジェンドガチャですかね。これが 3.5 億ゴールイベントのやつですね。はい、来ました。で、なんと、まあ、注目はこのシュンスケかな？シュンスケ今までアイコニックしか来たことなかったけども、この金レジェンドで来たということで。まあ、能力的にはね、強くはないんですけども、まあロマンでね、ちょっと欲しいかなっていう感じですかね。まあ僕個人的にはクライフ持ってるし、ルンメ金のねレジェンドに関してはこの辺持ってるんで、まあ欲しい選手そんなにいないので、まあ今日はちょっとこの俊介、そしてまあ日本人のね小野伸二、その辺をちょっと狙ってね、まずはこのレジェンドガチャ引きたいと思います。もうここはちゃちゃっと。もうこのやっぱ金の演出をね、動画で見れるっていう幸せね。喜び。噛み締めていきたいなと思います。やっぱピンクよりも金の方がいいな。さあ、誰だ？スコールズさんですね。はい。スコールズお兄さんですね。で、まあ、俊介も弱いし、小野伸二もね、パスとかやっぱ足元はあるんですけどね。やっぱスピシュンとかはね、軽さみたいなところはないので、日本人の選手たちって。なんでだろうね。そんなこともないと思うんだけどな。まあ、俊介とかそうか。俊敏さっていう選手ではないもんな。エウベル臭くね？エウベルじゃないね、これ。うわ、マジか、お前。ベルカンプマジ来るな、俺のチーム。ベルカンプ祭りですよ、うちのチームは。いません。さあ、ラスト。まあ、ここはちゃちゃっとね、この後ね、やっぱね、POTW、週刊 FP が大事ですから。右利きということで、俊介はナッシング。誰や？ピレス？アルシャビン！アルシャビンってことで、まあ、能力的にはね、強くないですけども。僕はアーセナルが好きなので、アルシャビン、ちょぴっと嬉しいです。さあ、ここからですよ。まあちょっと先にね、アイコニック、ちょこっと、紹介すると、まあチェフとランパード来てます、今週は。で、チェフに関してはクリアリングだけ低いですけども、まあ196センチ、守備的ゴールキーパーということで、まあシュートストップ、ストップするところに関してはもうかなり長けてる選手なので、まあ普通に強いと思います。しかもライブアップで B っていうことで、今後ね、ライブアップで C のシュートか、出てきた時に絶対もう大活躍する選手間違いなしですし、僕チェフはね、取っておきたいなと思っております。ランパード。ランパードはまだ使用感はわかんないので、使ってないのでわかんないですけど、数値見た感じ、やっぱフィジコンとボディコンが中途半端っていうところが、僕はちょっとどうなのかな、みたいな感じで思ってます。まあ、ちょっとね、何回か多分育成でガチャ回すと思うんで、ランパード来たら使いたい。てか、チェフを狙いにね、ガチャ引くので、当てたいなと思います。まあ、ここはの、ガチャはね、今日はこの動画では引きませんが、はい、今後お楽しみにということで、今日はこちらです。POTW、FP。見ていきましょう。今週 FP 予想遅れてすみません。木曜日の朝に出しました。もう月間に出せればいいんですけどね。はい、グリーズマン、マフレズ、ロマニオーリ、アギラル、そしてクラーセン、この5人を当てました。なかなかね、11分の6にならないですね。11分の5ミスター5なってますけども、インシーネとかもよくわかんないし、フォワード5人来てますからね。フォワードの枠もうなかなか読めない。うん、そしてキーパー2択外していくっていうね。まあ、ここが結構今回のね、運命だったかなと。運命の分かれ道だったかなと思います。能力見ていきましょう。まずね、グリーズマンですね。この写真、うざいですね、グリーズマン。このグリーズマンに手に入れられたらマジでちょっとイライラするな。はい、こんな感じでございます。まあ、やっぱりグリマンはちょっとね、2列目からの飛び出しだったので、そのままね、能力来てほしかったですけど、今作からね、プレイスタイルインサイドレシーバーに変わっちゃってますんで、まあ、この辺がグリーズマンの強さっていうのをちょっと半減させちゃったかな、みたいなところありますけども、まあ、数値的にはね、やっぱり悪くない能力はしてるかなと思います。でも僕はそんないらないかな。まあ、当たったら使ってはみますけども、みたいな感じですかね。まあ、強みはやっぱりダブルタッチあって、で、パスの能力が高いと。で、そして、シュートのスキルがいっぱいある。で、スルーパス持ってるってことで、まあ、ピンポイントクロスもあるし、左サイドハーフとかでも使えそうだね。はい、そんな能力してます。はい、そして次、イアゴ・アスパス、ラインブレイカー、ワンアシストで来ましたね、フォワードの選手。こんな能力しております。まあちょっとね、
アスパスのセルタのね、試合はちょっと見れてないので、どんな活躍したのかわからないですけど、もしかしたら試合内容バカ良かったのかもしれないですけど、まあ、ワンアシストで来るんだみたいなとこありますけどね。はい。まあ、こんな感じです。正直どうなんだ、アスパスは、左利きの、こっから3上がりぐらいかな、能力。まあ、正直、いりませんですね。あんま大きい声で言うとね、登録者減っちゃうので、ちっちゃい声で言いますけど、いません。はい。はい、マフレーズ。はい、マフレーズは今週のアップデで CF と ST が薄い適性つきました。ということで、かなり使用できる幅が広がったのかな。サイド使わない人でも、フォワードで使ったり、するのかなと、思います。はい。ただ、能力的にはどうなんだと。ということで。まあ、ちょっと使ってみたい選手ではありますね。フィジコン低いけどボディコン高くて、ドリブルとかはね、能力高いと。で、スピシュンもあるということで。なんかダブルタッチとかつけてもいいと思うけどな。はい、そんな感じです。あ、ちなみにアスパスに関しては、使えば、まあまあ使える選手だと思います。はい。そんなガチでいらないっていう感じじゃないです。だからちっちゃい声で個人的な意見を言うと、いりませんって感じです。はい、ロマニオーリ行きましょう。ロマニオーリ。ライブアップで A で来るからね。ロマニオーリ欲しいな。左サイドバックできるのいいね。このタイプで。まあ、ただちょっと足が遅めなのかな。こっからだいたい5上がりぐらいですね。まあ、でもディフェンスセンスボール出しがアグレッシブですからね、90中盤ぐらいいって、ディフェンスセンスは97いく感じで、結構能力高いし、パスの能力も高いので、うん、事故らなさそうっていうイメージ。はい。そんな感じです。普通に当たりだと思います、ロマニオリは。はい。次、コマン。コマン来たね。コマンちょっと来ないかなと思ったんですけど、今週は。来ちゃいました。まあ、スーパーサブ枠ですね、今週の。ダブルタッチ持ってます、ということで。かなりドリブルとスピードに特化した選手なのかなと思います。中盤に置いておくと、ちょっとね、パスの能力の低さだったりとかが気になるかなっていうところは、正直あります。まあ、ただ、スピシュンがもうとにかくすごいので、途中から出てきたコマンはちょっとね、サネレベルで止められなくなっちゃうんじゃないかなと思います。まあ、でも個人的には、サネ持ってるんだったら、サネの方がいいかなとも、思いますけども。でもやっぱこのスキルでダブルタッチ持ってるっていうところで、うん、まあ僕はコマンもね、ちょっと使いたいかなみたいなところはあります。はい。インシーネ。インシーネもスパサブ枠になりますけども、なんでインシーネ来た？ナポリはファビアン・ルイスでしょ。で、フォワード5人いてさ、そのバランスとかもう考えなくなったのかね。一応そういうところね、考えて予想してるんですけどね、こちとら。どういうことなんですかね。はい。まあ、インシーニはね、ちょっとフィジカルがほんとね、弱すぎるんで、さすがに。さすがに弱すぎって感じですね。まあ、正直やっぱりこのタイプで言うとアラスカエタとか、の方がもう全然スパサブとしては能力を発揮すると思います。よって、いりません。はい、パチェコ。キーパー2択外しましたね。リーズのキーパーか、このパチェコ、どっちかだったっていうお話を FP 予想ではさせていただきましたが、外しました。186センチ。守備的ゴールキーパー。もう、この時点でチェフに負けてます。いりません！アギラル。こっから4上がりぐらいかな。動画を撮ってる最中にチャンネル登録ありがとうございます！皆さん、チャンネル登録をしていただくとね、こうやってピカチュウがね、出てきたりしますので、はい。ライブ配信中、ぜひね、チャンネル登録しに来てください。よろしくお願いいたします。ということで、アギラルは、攻撃的サイドバック、いりません！ここから4上がり。スピシュンだけあるね。スピシュンだけ、スピシュンとスタミナだけあるって感じですね。はい。いりません。ベローゾ。ミゲウベローゾ。これは、レイメーカー、オンワン、4、ワンパ、スパサブ。スパサブ。どうですか、皆さん。いりますか、これ。逆発精度4、本案6、ピンポイントゴールロングスローインターセプト。レベル上限27。そんなに育たない。これは大きい声で言います。レティッツヤに関しては大きい声で言っていいですか。いりません！はい、次、クラーセン。いりません！ということで、でもワンパワンシューあるのいいねとか言っちゃうけども、いりません！ということで欲しいのは、マフレズ。マフレズ、ロマニオリ、コマン。まあ、上かな？上の5人をちょっと欲しいかな。で、ガチスカで、本気でもう、今のアイコニックがいる時代に、ガチスカで使えそうな選手っていうのは、正直ロマニオーリ、コマン、この辺かなと思います。正直グリーズマンとかも上位互換いるし、アスパス、マフレーズ、こちらも上位互換いますんで、
まあ、ちょっとロマニオリコマンあたりは、ガチスカでも前そうな感じしますけど。まあでもそれでも、マフレーズ、アスパス、グリーズマン、僕当たったら使ってみたいっていう欲があるので、この上位 5人、当てていきたいと思います。いきます。お願いいたします。イタリア、ロマニオリ、ありがとうございます。スパサブはもういりません。スパサブはもう来すぎです。はい、これドイツじゃないの？これってこれコマンじゃない？スパサブ、スパサブがすごいですね。僕のチームには何なんですか？スパサブばっかり来るやん。今週は、コマンスパサブの週でございます。はい。もう、今日の動画最後でね、ちょっと見せたいなと思いますけど、僕ね、スパサブ来すぎだわ。いや、でも今んとこ、ま、コマン来たら今日ぶっちゃけ、大当たりだな。行きましょう。最後に、これでアンカーのスパサブ来たらマジ笑うな。さあ、スペイン、グリーズマン来い！アスパスか。アスパス来ました。はい。まあ、ちょっとアスパスは使ってみようかなと思います。よし、今日はキーパー当たんなかった。そして、いりません選手も、まあ、インシーでもね、いらないですけども、まだ上の方の選手なので、まだラッキーということで。なんだこの受け取り箱は。プレミアムエージェントもらったぞ。そして、我がチームのね、スパサブをね、最後に皆さんで見ていただきましょう。すごいですよ、僕。ほんと、スパサブコレクターです、完全に。スキル。スーパーサブ。検索。見ても検索結果31人。まあ、これノーマルの人とかもいるからな、適当に。はい。ドン。見てくださいよ、この感じ。やばくない？まあ、オーウェンとかね、ルンメニゲとか、スパサブつけた選手もいます。なんか、タプソバ、ジョーゴメスとかもなんか、スパサブついちゃいました。はい。狙ってはないです。サネ、グリーンウッド、マルシャル。もうこの時点ですごいですね。はい、うちのチーム。バレッラ。で、ルカクもスパサブついちゃってます。はい。で、オシメンもスパサブついちゃいました。はい。ベンエデル、レビッチ、ミュラー、メルテンス、コマン、で、ジルー、インシーレって感じで、もうね、スパサブがどん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 来るんですよ。我がチームには。はい。今作はスパサブばっかりです。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。公開収録の方はこちらでお別れです。公開収録、動画の方はこちらでお別れです。